労働日記、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 リニューアル。労働日記リニューアル D&M 第1話、進路編対応。以下の注意事項が守れない方はブラウザーを閉じてください。読めない方はお家の人に読んでもらいましょう。皆様、こんにちは、3000Sです。まずはじめに労働日記リニューアルシリーズについてご案内いたします。労働日記リニューアルシリーズは過去にアップロードした労働日記の動画をリメイクして、髪元が過去に犯した不祥事をもみ消したり、同じ動画を使い回して小銭稼ぎするシリーズです。なので今回は労働日記リニューアル第1話というタイトルになっておりますが、新シリーズではありませんので、ご了承ください。それでは本編に入ります。というわけで仕切り直して、皆様、こんにちは。さっきの冒頭部分のシーンは給料発生しないとか髪元に言われました。もう労働日記の撮影早です。帰りたい。てかあんたが主人公なのにいきなりやる気がないってどういうこと？それより初代労働日記シリーズと B&N シリーズの違いを説明して。初代労働日記シリーズにはプラレールの車両たちしか登場しなかったが D&M シリーズでは D トレと M ゲージが登場するようになった。そして再びブルーラインの労働日記アルファシリーズではプラレールしか登場しなくなった。理由は労働日記を劣化させることによりわざと人気をなくして廃止に追い込むための髪元の陰謀だと思われる。さすがに劣化リニューアル派してないと思うよ。髪元が昔の労働日記より今の労働日記の方が編集が細かくなって編集がきつくなったとか言ってたけど。だから内容派劣化してるかもしれないけど少なくとも編集派昔よりかなり良くなってるはず。話変わるけど、なんでタイトルが進路編対応なんだ？理由がわからないからとりあえず過去の労働日記再生するか。プラレールの労働日記、B&N。以下の注意事項が守れない方はアルトと F4 を同時に押してブラウザーを閉じてください。あ、新シリーズ始まっちゃったよ。せっかく休みだったのにもう少し休みたかった。と過去の動画の撮影のためにわざわざ始発の2時間前から撮影とかだるいな。とかまだ外くらいよ。とか撮影の時間、ちゃんと残業手当に入れといてよね、うつむしさん。とかあんたが主人公なのにいきなりやる気がないってどういうこと？それよりあんた、旧シリーズと新シリーズの違いを説明して。一つ目の大きな違いは、Mゲージ。Bトレを2編成導入したこと。それと同時に進路線対応。なるほど、この頃にDトレを2編成導入したのか。この頃の髪元はかなり金欠らしくMゲージを買うお金がなかっただからDトレを導入していた。そしてここ最近都営地下鉄を除くDトレはほぼリストラされた。やっぱり髪元はサイコパスだ。それより、初代労働日記派1話から踏切事故を起こしたり、昔から不謹慎極まりない内容だった。髪元がどんなひどいやつなのか知りたいから髪元について紹介してくれ。まずはじめに髪元とは、鉄道交通局本人の愛称であり、2015年頃にアンチに命名されたのが髪元の由来らしい。ちなみに髪元派本名ではありません。続いて髪元の生い立ちについて、髪元派1999年に神奈川県横浜市某所で生まれたらしい。なんで背景の画像が夢ヶ丘駅なんや、もっと横浜らしい画像使えばええのに、まあ髪元が生まれた小花入陸やしな。続いて髪元が幼い頃に遊んでいたプラレールについて、700系新幹線と165系とトーマスで遊んでいた。165系に関しては115系マッキー色に改造された後185系に改造され、最後はお釈迦盆になりました。残りの2編成は今も倉庫で保管されているとか。最後に髪元が幼い頃は実は鉄道にほとんど興味がなく、信号機が大好きだったらしい。なのでたまに信号機ネタをちょくちょく挟んでくるらしい。で、鉄道にいつ頃興味を持ち始めたのかというと、中学3年生の時に人生で初めて関西へ行った時、JR 西日本に乗ったことがきっかけで鉄道が好きになったらしい。関西の鉄道に乗っていなければ、髪元が鉄道に興味を持つことは多分なかったと思われる。まあこんな感じで髪元が幼い頃は鉄道にあまり興味がなかったというどうでもいい事実が判明しました。まあそろそろ発車時刻なんで俺はここで失礼する。ドアが閉まります。ご注意ください。私もそろそろ発車時刻だわ。そういえばこの駅ってこんな構造だったっけ？巨大と言っていいのかわからないバスターミルがあるし。尺束と地下鉄の汚い連絡通路なんてあったんやな。そろそろ発車時刻やし、俺も出発するか。ドアを閉めます。ご注意ください。
時ちょうど発、新十津駅だ。新十津ってこんな田舎で何もないところだっけ？まあいいか、それより、折り返し時間1分しかない、急がなきゃ。ドアが閉まります。ご注意ください。なんで N ゲージが廃止されたのか分かった気がするな。たくさんの種類のレールを投入するお金がなくメンテナンスが大変やからやな。いっつも同じレイアウトじゃつまらんしな。そろそろ発車やな。この路線ピストン輸送すぎるやろ。折り返し時間1分かよ。この路線ダイヤきつすぎ。単線やから仕方ないけど。ドアを閉めます。お注意ください。というわけで、移住労働日記リニューアル D&M 第1話、新路線開業でした。タイトルと内容が一致してないような気がするけど気のせいかな。上本の自己紹介にタイトル変えた方がいいような。うん、まあいいか。お待たせしました。横浜市営地下鉄ブルーラインのご利用